朝の4時16分です。どうも家庭教師哲夫です。今日はですね、東京オリンピックマラソンコースツアー、札幌で行われるマラソンコースを自転車に乗って皆さんにご案内いたします。マラソンのスタートラインです。さあ、大通駅からスタートいたします。スタートです。この動画は実際にマラソンコースで行われる10日前ぐらいから何日かにかけて自転車で回ったものをつなげたものです。なんで早朝に回ってるかというと、車が少なくて明るい時間、それはもう朝の4時から5時ぐらいしかないんですね。自転車で回ればすぐ終わるようなイメージでしたが、やってみるとこんなにも大変なものかと。これもう真夏の大冒険ですわ。最初のうちはこの札幌の象徴である大通公園をぐるぐる回る、そんなコースになっているようです。雑多な内容でやっております。この放課後チャンネル、まだまだチャンネル登録数1000人に満たないため広告収入がありません。なんてコスパの悪いことやってるんでしょう。そうです、皆さんに楽しんでもらいたい、少しでも楽しんでもらいたい、そのためにやっております。皆さんぜひチャンネル登録を。今回長めの動画になるということで、軽快なディスクジョッキー風でやりたいと思います。それではドライブにぴったりのこの曲からいってみましょう。家庭教師哲夫でだって末っ子。家庭教師哲夫でだって末っ子でした。驚くなかれ、本当にリクエストが入ったんでございます。というのも、この家庭教師哲夫、東大を辞めてから好きなことをして生きてやろうということで最初にやったのが音楽をやってたんですね。オリジナリティ爆発の曲を作ってはストリートライブ、そして小さな箱でライブを重ね、デモテープを作り大手レコード会社に持って行っては門前払いという日々を重ね、じゃあどうやったらデビューさせてくれるんだって言ったら、自分で CD1000 枚ぐらい売るか、もしくはワンマンライブ100人ぐらい呼べるようになったらまた来てみたいなことを上から目線で言われると、なるほど、音楽の世界は学歴は関係なくてもやっぱり実績は必要なのでということで、新宿一
袋、吉祥寺でストリートライブを重ねることによってメキメキと力をつけていき、気がつけば手売りで CD3500枚、そしてワンマンライブに100人以上のお客さんで埋まるようにまでなりました。その実績を引っ提げ、再び大手レコード会社に行ったところ、よし、じゃあなんか作ってみようかという風になったんですが、なんだかんだなんかアイドルの時代だから君はなんかちょっと違うだとかなんかいろいろ言われながら、結局気づけばフェードアウト、何も進まない日々。もうあの時はね、チェって言ってやったよ、もう天に唾吐いたよ、自分に戻ってきたよ。でだけどね、捨てる亀あれば拾う亀あり。チャゲアスアスカさんのバンドマスターの沢近大輔さんに目をかけていただき、あともう少しでメジャーデビューというところまで行ったんですけれども、時代の歯車は噛み合わずデビューできませんでした。20代の頃の青春でございます。もう10年以上前の話ですけれども、プロ家庭教師をしながら音楽活動を続けて、その時にファンになってくれた方から、ここ最近になって哲夫さんの YouTube 見つけましたよというふうにコメントで残してくださり、リクエストでなぜか多いのがこのだって末っ子なんですね。インパクトがあったんでしょう。ライブでもなんか変わり種だったんですけれども、必ず歌ってくださいというふうに言われる曲でした。コロナがなくなったらおっさんになってまたライブを再開するのもありだななんて思ってます。もちろん真面目に作った曲もあります。それでは次の曲いきましょう。家庭教師哲夫で電車の中。不意に胸に込み上げる懐かしい痛みだ。この街のどこかで君が泣いてる。愛想つかされた時から心丸裸だったのさ。信じ続けていたものが音を立てて崩れてった。あの日、この先のことなんて誰もわからしないのさ。もううつむいた顔あげなよ。僕は今君に会いに行く。電車の中、突然の雨が心地よくて空を見上げた。吸い込まれそうだよ、空回りの人生。鉛筆をかじった後には恋の苦さだけが残る。無機質なハートを撫でて悔し涙噛み殺した。あの日、明日吹く風なんて誰も知っちゃいないのさ。おお、今日はそばにいさせてよ。僕は今君に会いに行く。電車の中、それた時から心丸裸だったのさ。信じ続けていたものが音を立てて崩れてった。あの日、この先のことなんて誰もわかりゃしないのさ。僕は今君に会いに行く。電車の中、電車に
テレビ塔まで戻ってきました。ここでだいたい10キロ地点みたいですね。ということはこれ地図見ていただければ分かる通り、一周したところで20キロぐらいしかないじゃないか。その通りなんです。実はこの南側の部分は1回しか走らないんですけれども、今スタートしたところからゴールのあたりまでこの上半分は3周するみたいですね。というのも上にあるのはこの北海道大学、北海道大学はもう広い公園みたいで非常に走ってて気分がいいところなんです。一押しのコースだということで何回も走ってもらって世界でアピールするということです。朝日です。東京2020ユナイテッドバイエモーション、感情でつながろうということでしょうか。さあ皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。ディスクジョッキー風にやっております家庭教師鉄を、いやー言うことがなくなってきました。まあ何はともあれですね、自転車っていうのは気持ちいいもんですね。サイクリングってねやめられないです。よくサイクリングをしてました。一番最初のサイクリングのことを思い出してみましょうか。そうですね、あれは初めて補助輪が取れてギアのある自転車を誕生日に買ってもらった頃なので、ちょうど小学校に入るかどうかの時だったと思います。この家庭教師鉄は姉がいるんですけれども、姉とあと今は亡き父と3人でサイクリングをしたことを思い出しました。そこで小1の僕は言ったんです。団地の周りを競争しようと。バイシクルレーシングですね。買ってもらったばかりの自転車でまだドライビングテクニックに自信があるわけでもないのに、何回いけるんじゃないかという勢いで行ってしまったんですけれども、考えが甘くてかなり取り残されてしまって、その時になんか何でしょうね、何でかわからないけどうんちを2つ漏らしてしまったんですね。そうです、もちろん漕ぎながらです。漕ぎながら半ズボンの裾からバンビのようなうんこが2つコロコロと。そしてレース中なのにもかかわらず計らずも涙をこぼしてしまったのでした。圧倒的にレースで遅れを取ってしまったことの心細さから泣いてしまったのか、それともうんちを漏らしてしまったからなのか、今となっては誰も分かりませんが、おそらく後者でしょう。そして思いっきりビリッケツでゴールをした時にブーブー言いながらお父さんに言いました。でお父さんうんち漏らしちゃったんだよと。そしてお父さん言いました、よし見に行くぞと。まあね、飼い犬のうんこをそのまま放置するのは良くないのと同じような感覚だったんでしょうか。もう一周することになりました。今度はレースではありません。でそれが僕にとっての多分最初のサイクリングだったんじゃないでしょうかね。そして見に行ったところありました、うんこがポロポロと。だけどお父さん言いました、うん、あんぐらい大丈夫だ。今思うと何が大丈夫なのかよくわからないですけれども、もうすぐ雨が降るとも言ってました。すみません、なんだか汚い話をしてしまいました。さあ見えてきたのは何でしょう。札幌サンプラザ、皆さんご存知でしょうか。北海道にある縄文遺跡群が新たに世界遺産に決定したということ、おめでとうございます。さあコースの中では最北に位置するこの長い道をまっすぐ行って、もうすぐ見えてくるのが北海道大学です。北海道大学に入るともう本当に自然が綺麗で、もうなんていうのかな、僕のこの汚い話で怪我してしまっては台無しなので黙りたいと思います。そうそう、ベテランチさんの歌カラオケにするという企画、8月7日の女子マラソンの日に配信開始というふうに言ってたんですけれども、ベテランチさんの動画に入っているポケットモンスターのキャラクタータッツーがどうやら著作権に引っかかるということなので、ちょっとね問題があるから差し替えてくれというような要望が来てしまったので、8月7日の配信がちょっとまたね10日ぐらい遅れるみたいなんです。本当に申し訳ないです。でそのタッツのところはどうしたかというと、まあ、キャラクター何か新しいものをはめ込むということで、ピッチペンペン君の顔をはめました。その辺も楽しみにしててください。さあ緑色のアメリカンドッグのようなこの電柱のあたりから北海道大学のキャンパス内に入っていきたいと思います。それでは1曲いってみましょう。家庭教師鉄道で翼。いつもと同じ道の途中で立ち止まる、腹すかせた野良猫、あいつの心気に求めず逃げてゆく、両手で抱えて震えながら
呼んでるなんて考えたりして歩き出す。写真頬に伝う友のぬくもりを噛みしめる。素晴らしきこの世界で、oh、 似たように笑う僕と君に、憧れた。折れた翼を広げて胸いっぱいに空気を吸い込み、きっと僕は空を飛べるはずさ、なんて考えたりして歩き出す。朝6時の鐘がちょうど回してた時にね、鳴ったので持ってるなと思って急いでマスク外したらメガネに引っかかって手こずって取れませんでした。持ってませんでした。さ、札幌中心街では最も有名なアイコンになってるんではないでしょうか。これが札幌時計台です。6時1分、朝日に向かってここもう2周しますが、もう2周するとなると全く同じ風景を見ることになるので、そこはちょっと割愛したいと思います。なのでここからは最後のゴールのところだけ撮って終わりにしたいと思います。皆さん長いことお付き合いありがとうございました。はい、地図上ちょこっとだけ飛んで大通りの方に入っていきます。この辺りがゴールになるはずですが、もう封鎖しておりました。この辺りがゴールになるみたいなんですけれども、もう進入禁止になってました。ツアーいかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた。